アトリエドゥサボンの中井です。私は身長が148センチしかなくてすごい小柄なので、同じ小柄さんの方にも参考にしていただけると嬉しいです。はい、ドット&ストライプスチャイルドウーマンのゆいです。ルクアにはドット&ストライプスチャイルドウーマンとビルデサボンとアトリエデサボン3店舗があります。今日は3店舗ミックスコーデを組んでみたので楽しんでいただけると嬉しいです。息のベストをメインにコーディネートを考えました。息のかっこいいイメージを自分らしく着てみたいと思って、ボーダーとギンガムチェックの柄かける柄でポイントになるものを入れて遊び心もプラスしてみました。今回チャイルドウーマンのブラウスをメインにコーディネートを組んでみました。今は赤色が着たい気分だったので、同じ、アイアムの同じ赤色のニットを合わせてます。上はかなりゆったりしてるので、下はすっきりとしたタイトスカートでコーディネートを組みました。足元はアイアムのロゴのピンク色と合わせて同じピンクを持ってきました。レースや大きめの襟のブラウスなど甘めなアイテムが好きなんですが、サボンやマルにも大きい襟のブラウスがあり気になっています。ビルデサボンのパンツは普段あまり履かないようなボリュームのあるシルエットだったので、少しカチッとなるようにジャケットを合わせました。カチッとなりすぎないようにレースのアイテムが好きなので、ブラウスの襟を出して可愛らしい感じもミックスしています。パンツの丈は少し短めだったので、ハイカットのスニーカーでバランスを取りました。普段のコーディネートではゴツめのスニーカーを合わせたり、カジュアルなアイテムを合わせて甘辛ミックスで可愛くなりすぎないようにバランスを気をつけています。マックスニットのトップスは私が着ても丈がそんなに長くなかったので、ワンピースと合わせても可愛いなと思ってこのコーディネートにしました。アイアムのチャイナキルティングのブルゾンはゆったりしてるので問題なく着れました。アトリエのワンピースの付け襟をブルゾンの上からつけても可愛いです。
ブラウスかけるデニムでシンプルに着るのも可愛いけど少し寂しい感じがしたのでアイアムのカラフルなカーディガンを合わせました。色味やデニムのフレアのデザインがレトロな印象なコーディネートにまとまりました。の定番パンツは実は今回初めて履いたんですけど、シワ加工が入ってるので綺麗めすぎなくて合わせやすかったです。148センチの私でウエスト2回折っております。色がはっきりしてるので透け感があるスカートからちらっと覗いてても可愛いかなと思ってこのコーディネートにしました。今着ているフィグのニットはこんなカラフルな色味もございます。アトリエドゥサボンでは全店舗で新作のお写真を見ていただけます。フラット南堀江店の北野と申します。フラットの南堀江店は全ブランド取り扱う店舗になっております。私も本当にアンビデックスの洋服はもう全ブランド好きなのでもしお店にいらした際は一緒にお洋服選びましょう。何でしょう、コーディネートをするときにやっぱり色はこう3色しか使わないようには気をつけるようにしてます。はい、こちらのフィグロンドンのデコパンツはカジュアルなアイテムとの組み合わせも可愛いんですが私は思いっきりちょっときれいめな感じにしたかったので息のジャケットを選びました。はい、マックスニットのストールは中に着ているニットの色と同じグレーにしました。カシミヤ 100% なので全くチクチクしなくてとってもあったかいです。フラット南堀江店の山本です。私は身長が150センチしかなくてちょっと小さめなので普段からバランスがいい見え方のスタイリングを心がけてコーディネートを組んでいます。なのでそういうお悩みをお持ちのお客様と一緒に悩めると思うのでぜひこのお店に来たら、お悩みを相談していただければお力になれると思うの で個人的にすごい可愛いお洋服が好きなのでそういうお洋服を好きなお客様も、はい、一緒にお話しできると思うのでお願いします。普段はそうですねやっぱり身長低いのでなんかとにかくこう服に着られてる感っていうのをちょっとなくすような合わせ方を心がけてます。
このパンツは着てみると丈が長かったので、裾を折るか折らないか迷ったんですけど、裾を折った方がバランスよく着れそうだったので折ってスタイリングしてます。パンツがベーシックな色だったので、インナーに赤のチェックの目を引くブラウスを入れて自分らしく着こなしてみました。フラット南堀江店の村田です。低身長なのですが、丈が長い服を好んでよく着ています。お話しするのが大好きなので、ご来店いただいた際にはぜひお声掛けください。久しぶりにデニムのオーバーオールが着てみたいと思い選びました。チェックのシャツやボーダーなどを選ぶと男の子っぽくなりすぎるかなと思ったので、シンプルなロンティーにモヘアのカーディガンで色を差してオーバーオールを大人っぽく着てみました。選びに行きましょう。はい、このパンツを選んだ時にもう絶対全身真っ白にしたら可愛いなと思いました。で、春はブラウスとベストを重ねてきて、冬も白っぽいコートで合わせたら可愛いかなと思います。私自身白と白のお洋服の組み合わせがすごく好きなので、ユニのこのコートは今年すごい着てます。はい、普段レースものの洋服を選ぶことは少ないのですが、こちらはカジュアルなレースで着てみたいと思い選びました。カジュアルが好きなので裏毛のプルオーバーとデニム、スニーカーでコーディネートしました。このワンピースが結構ゆったりめなシルエットなのと丈が長かったので、私もすごい挑戦でした。普通に着てみるとやっぱり丈が長くて大きめな印象を受けたので、ベルトでウエストマークしたのと、小物などで黒を取り入れてやぼったく見えないようなスタイリングにしました。こちらのブラウスは襟の形がちょっと特徴的だったので、ウエストと合わせてちょっとその変わった襟の形が際立つようにしてみました。はい、焦げ茶色のパンツと合わせて結構中間色な感じのスタイリングになったので、ベレー帽とシューズの色を黒にしてちょっと雰囲気を締めてみました。ボーダーのカットソーが意外と着てみると大きかったので、スカートをインすることによってバランスよく着ようと思って、ボーダーとチェックの合わせで、華やかな色合わせのコーディネートにしました。冬場はこのデネのアウターがショート丈でバランスが取りやすそうだったので、このお洋服と重ねて着るのがおすすめです。